子供の一言覚えてないと悲しい結末になると。そうですね、言葉をこう覚えてないとって、うん、なんか子供が発する言葉をちゃんと親が覚えてないとってことですか。いや違いますね、子供が、うん、この約束ってこと。違います、約束じゃないですね。子供が次の休みここ行きたいよっていいよ。子供がちゃんと言葉を覚えてないと。そうです。あ、喋れてないってこと。喋れてないってこと。喋れてないっていうか、言葉をこう間違っちゃって間違ってインプットしちゃってるの。インプットしてるというか、そうですね、発しちゃってるんですけど、うん、なんかまあとにかくうちの子7歳の次男がですね、うんうん、まあうちの奥さんのこと大好きなわけですよ。おいいことじゃないですか、ね、まあまあ好き、お母さんやからな。そうですね、うん、うちの奥さんのことが大好きって、まあまあ不倫してるわけじゃないからな、息子やからな。びっくりするんですよ、そのあまりにも甘い。母は溺愛してる。はい、でまあまあ僕のこと好きって言って、うん、奥さんがよその方向向いてると顔グッと持ってきて、うん、ママ好きって言って、そんなにだ、はい、もう好きだよって言ったりとか、なんかもうパパは言われんのそれ。パパ一切パパ嫌いって言われますとにかくパパ、はい、なんかあんまり必要ないんですよ僕はまあしょうがないなって思ってるんですけど、うんうんうん、で僕もちょっとこうからかいたくなって、うんうん、ママが死んじゃったらどうすんのいうのを言ったんです、うん、そしたらもう泣きそうになって、うん、ママは死なないって言うんですね。かわいいよ。いやいや、まあまあすごいなと思って、うんうん、でもまあこれはもう親として、うんうん、まあいつまでもいるわけじゃないし、うん、死んでしまうこともあるかもしれないから、うんうん、そこら辺はもう今のうちからじゃないですけども、うんうん、まあ、ちょっと覚悟させるっていうのは大げさですけど、死ぬ時もあるから、うん、そういう時はじゃあどうすんのみたいな、うん、こんな感じのちょっと意地悪なことを言うわけですよ。そしたらもうそんだけ好きで好きでしょうがない奥さんのことを、うん、ママが死んだら、うん、その死骸をお墓に入れるって言ったんですけど、うんうん、すげえ虫みたいに言うんですよ死骸死骸って。だからなんか言葉もなんかよく間違えてんですけど、いや1年生だ死骸になっちゃうんじゃないそうなんですかね、死骸ってそうやな、虫やな、はい、虫の死骸やもん、はい、ただもうそのママの死骸も大切にするっていうの痛いとか知らんもんね、はい、痛いとか死骸ずっと死骸って言ってんのがなんか、なんかゾンビになるじゃん、まあ、死骸とか言ったら早かったんでその質問ね、よくないんでしょ、まあ、パパとママどっちが好きって聞いたりするのは。あ、そうなんですね、あんまよくないねんって、子供の押し付けとして、なんでなんでそれ。比べないといけないようになっちゃうから、比べるもんじゃないってこと。比べるもんじゃないから。でも多分奥さんが上に行くんで、うん、奥さんはすげえ何回も聞きますよ、うん、パパとママどっちが好きで、まあ、始まったと、うん、どうせ俺が下なんだろうっていう、案の定パパ嫌い、うん、嫌いやもんな、好きじゃないもんな、はい、好きのカテゴリーにおれへん、はい、2番とかそんなんじゃないね、はい、じゃあどうすんだパパ死んだらどうすんのって言ったら、うん、もう次男が、うん、どうでもいいってもう死骸を埋めることもせえへん野ざらし、保健所に電話すんだ鈴木拓の死骸は野ざらしで本当一番悲しいですね、もう速攻に挟まったから、どうでもええって一番どうでも一番悲しい言葉よ、はい、どっちでもいいどうでもいい差がついたねんな、はい、嫌いの方がまだええもんね、はい、何やなんでそんな差ついちゃったの。僕はもうしっかり怒るんですよ、もう奥さんはもうしょうがないね、うん、みたいな、やっぱ優しく包み込むんですけど、うん、僕は一個一個例えばなんかでも必要じゃないの怒ることも、うん、そうですね、うん、別に言わなくてもいいことまでやるんですよ、なんかペットボトルとかも持って、うん、それを銃みたいにして、うん、バンバンって言うんです。ようやってるやん、はい、いやそれペットボトルだからって俺言うんです。いやいやいや、別に乗ってやれよ。いいやん別に。いやまあ昔から音教育方針で、うん、イメージとしてな、これをイメージを膨らませないからそれはいいんじゃないの、うん、翌日にペットボトルをこうガンガンガンってくっつけてバズーカみたいなの作ってやったやん成長したっつって結局ペットボトルって言っちゃってるんで僕は。で長男の時もそうだったんですけど、やっぱりこう遊んでて、うん、最後まあウルトラマンごっこみたいなのでスペシウム光線みたいなのやった時も、うんうん、ちょっと待ってって、お前何してんの、うん、スペシウム光線って言うから、うん、出てないじゃん。うわ冷めるわ最後いやもう それまでもやられてやってんだから、うん、最後はもう相手が弱ってきたら、うん、顎めがけて、うん、自分の帽子を叩き込む冷めるわ。そんなウルトラマン嫌やよお前、レッドキングの顎めがけて
パンチで、あ、かっこいいな、結構かっこいいし、顎ないか、バーッ、怪獣顎ないか、顎ないそうなんですよ。だからそう、なんかもう、そこじゃない、冷めるからじゃない、やっぱり仮装と冷めるしな、冷めるわ、スペシウムコース、俺は出てんのに、うん、見えてんのに、あいつに見えてへんからな、うん、子供はでもマジで信用すんもんな、はい、そうやもん、本当に信用しますからね、うん、俺マジでデビルマン思ってたから、この話何回もする、あ、自分のことですか、あ、そうなんですね、みんなはデビルマンでデビールとかってやってたんけど、はい、俺は自分は本物やと思ったから、はい、絶対真似せえへんかったのよ、なぜなら変身してしまうから、巨大化しちゃうから、巨大化しちゃうから、かなり来てるやつですね、子供の頃から未だにやってない、未だにやってない、本気でグーって、はい、デビルって上げてもったら、はい、今は本気じゃないから、はい、そのうちになるかもしれないですか、ブラブラブラ衣服やって帰り裸になっちゃうからやべえんで俺は、頭おかしいですね昔から本当に真剣に思ってんのやっぱ子供って、次男と遊ばしちゃってくれへん、まさかさんはそうですね、本当にちゃんと思ってる人と本気の、はい、本気のスペシウム構成より強いのを出してくるんじゃないですか、浅野さんは引くでしょうねいや何してんの、ね、そうでしょうね、あ、そうね、そうか、ギュッと温度冷めんねや、遊んでるところを、そうですね、もうはっきり言って、まあまあ僕がこの変わったこの瞬間で子供がどんな反応するかなっていう確かめたいところもあるんですけど、うん、はい、乗ってる方が面白いのに、そしたらだから、しまいにはそのいとこと遊んでた時に、うんうん、そのまあ長男のやつですよ、うん、長男がこうバーッといとことそのソフビで遊んでたんです、うん、バーッと怪獣門とかで最後はいとこが怪獣だったんですけど、バーンと、うん、もうそのソフビを払いのけて、うんうん、うちの長男がもう最後だっていう時に自分のソフビを放り投げて、うん、放り投げたその手の反動でソフビ関係なく、うん、甥っ子の顔面を殴ったんですよ、それちょっと鈴木拓の教えをそのままあかんやん、あかんやん、芸術的になっとるから、ね、やばいやばい、これもうやばい、顎に打ち込めってやつ生持って持ってるやんいろんな妄想の技を繰り出されて結局男は拳や言うてボーンってもうて、それダメじゃん、うん、でももうやめやめよっつって、ダメだよ、奥さんにも絶対ダメあんたそういうのって、そうだよ、はい、だ幼稚園でやったらえらい問題になるんだろきっと、奥さんの見てないところでそれペットボトルだぞお前って言うようになりましたね、はい、うわ怖いね、はい、よくないですよ、信じますからね、気をつけていただかないと